い、佐藤あやみです。今回はですね、アクセサリー類が全部325円のラピスでお買い物をしてきました。でですね、最近ちょっと秋物に対しての物欲が湧いてきまして、まずはね、アクセサリーからと思って、今の時期も使えるし秋にも使えるアクセサリーを購入してきたので、そちらをご紹介したいと思います。では早速スタート。たくさん買ってきました。今回はほぼピアスなんですけども、ラティスにはイヤリングとか、あとなんだろう、それこそネックレス、リング、ヘアアクセサリー、さまざまなアクセサリーがいっぱいあります。バッグとか、あとそういう雑貨、そういう雑貨も売っております。ピアス買おうかなと思って、ピアスメインで購入しました。はい、なのでそちらをご紹介していきます。まず1点目、こちらです。じゃん、こちらのピアスを購入しました。じゃあ実際につけてみたいと思います。つけた感じがこんな感じです。ブラウン、薄いベージュっぽいカフェラテミルクティーみたいな色に、中に金のなんかね、金箔みたいなのが埋め込まれてます。どのシーンにも合わせられるかなと思って購入しました。次、エメラルドグリーンのダイヤの周りにこうパールとかダイヤがチュルチュルンってついてるものです。これもピアスです。アンティークな感じで可愛いなと思って購入しました。すごい可愛いんだよこれも。またなんか本当に秋、このピアスをメインにファッション選びたくなるぐらい可愛い。大きすぎず ちっちゃすぎずという感じで、すごくつきやすいかなと思います。はい、こんな感じです。可愛い、可愛くないですか。なんか上品ですよね。なんかワンピースとかに合わせたいなって思います。ちょっとこうなんだろう、アンティークっぽい感じの、てか本当にこういう感じの色とか、あと赤、ちょっと深めの赤のワンピースとかスカートとかに合わせてもいいなと思います。シンプルコーデにもアクセントとして使うのはありかなと思います。次はこちらです。じゃん、こういう感じのリングを買いました。こういう感じのピアス、このくらいだったら全然違和感なくつけれるというか、なんかでかすぎるとちょっとね、挑戦的な感じになるけど、あ、かわいい、全然いける。あ、こういう格好にも合う。はい、こんな感じです。つけた感じちょっとゆら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 って揺れる感じがまた可愛いかなと思います。うん、可愛いね。これもまたシンプルなコーデにも合わせれるし、古着っぽい感じのにも合わせれるし、すごく使いやすいかなと思います。いやー、可愛いね。次に購入したピアスがこちらです。白の大きなパールの周りがゴールドで縁取りされてるデザインの、はい、割と大きめですね。これは可愛い、大きさがすごくちょうどいい、このくらい。あ、いい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 。これもまたブルブル揺れるね。はい、なんかさ、重いのつけすぎたら耳たぶビローンってなったりするやん、こうやってビローンって。そういう風にもならない程度の程よい大きさの割にはそんな重すぎないですね。季節問わず使えそうですね。冬とかも全然いけそうだし。あ、かわいいね。で、あともう一点が、あのヘアアクセサリーを購入しました。こちらです。こういう感じのヘアゴムを買いました。こういう感じ、伝わりにくいかな。なんか奥がなんかね、グレーっぽい、グレーにちょっと水色が若干入っとるようなグレーがベースで、上に茶色いのとか、あとなんか金がポロポロってのっとって、パールがチコチコってのってます。すごく可愛い、なんか落ち着いた感じの 秋らしいデザインだなと思って購入しました。で、こういうのをなぜ買ったかというと、なんか起きてすぐこのくらいの髪の長さだと、なんかセットがめんどくさくて、めんどくさいっていうか、ちょっとしたお出かけの時にわざわざセットするのが本当にめんどくさくて、こういうのが一つあれば、こう起きてすぐこう髪の毛を無造作にゆるゆるで結んで、ちょっとこう遅れ毛とかここら辺から出して、で、なんかそのままゆるい感じで出かけれるかなと思って購入しました。で、ゴムがこうなるわけ、になるわけ、後ろから見たら。いや、かわいい、かわいくないですかね。いいよね、
やー、かわいいです。全部本当にこれ300円と思うぐらいのレベルがたくさん置いてあるので、皆さんぜひチェックしてほしいなと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よかったよとか言ってみたいなって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。